こんにちは、糸仕事です。この YouTube チャンネルは仙台の毛糸や糸仕事が編んだものや毛糸などをご紹介するチャンネルです。今日は織の、機織りの話をお届けします。こちらにちょこっと見えていますマフラーを、自分で紡いだ糸で織りましたので、その工程と織ってる時に考えてたこととかを今日はご紹介したいと思います。でご覧の通り完成してますので、この動画で最後に、完成して着るところまでお届けできますので、よかったら最後まで見ていってください。では、事前に撮っていた織ってる途中の動画へどうぞ。以前この間のクリスマスにアドベントカレンダーで羊毛を買って、で毎日一つずつパッケージ開けて、でその後紡いで、こんな可愛い手紡ぎ糸を作っていたのを覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。初めて見てくださってる方は初めてかもしれないので説明しますね。まあアドベントカレンダーなので、毎日こうお楽しみパッケージを開けると羊毛が入ってると。で手染めのものなんです。海外のダイヤさんのもの でいろんなウール、羊の種類もいろいろで、たまにシルクが入ってたりとか、なんかバンブーが入ってたりとか、いろんなやつなんですけど、全部まとめて全部くっつけて一個の長い糸にして、まあ、この玉が3個分ぐらい、まあ、300何十グラムのパッケージだったんで3個ぐらい作ったんですよ。でこれでセーターを編んで、あるかな、あった。これもフィンランドから持って帰ってきたままです。このセーターを編んだんですね。グレートギンガムラグランというのでフィンランドで初めて来たんですけど、これを編んでもまだ半分ぐらい余ってたんですよ。この玉が 1.5 個ぐらい余ってて、でずっとそれでスカーフがなんか折りたいなと思ってて、折ったらどんな感じになるのか見たかったので、それでですね、今回新しいプロジェクトを始めました。で今こちらに織り機を設置してるんですが、じゃん、はい、これは私のサオリの織り機の折りたためるやつで、60センチ幅の織り機です。で今織っているのがこちら、オーバーショット織りという技法でマフラーを織ってます。30センチ幅ぐらいかな、ちょっと外して洗うと縮むかとは思うんですけど、このオレンジの縦糸は、ホルストガーンのスーパーソフトという糸で、でこの横糸はこのスーパーソフトと手紡ぎ糸の2本を使って交互に織っていきます。でこの模様は、参考にしているのは The Hand Weaver's Pattern Directory という本で、この中にあるアナベルという、ちょっとこう逆光ですね、すいません、アナベルというこのパターンで折っています。でオーバーショットっていうのは、詳しい方に、私は全然折りは初心者なので全然間違ったこと言ってたら申し訳ないんですけど、私の理解では、縦糸にまあ細い糸を使って、横糸に太い糸を使って、だいたい横糸が縦糸の2倍ぐらいの太さのものを使って織っていくというやつなんですね。なのでまあこの手紡ぎ糸がだいたいスポートウェイトぐらいだったので、スーパーソフトがまあライトフィンガリングというか、結構そうだな、 100g 500m とかある糸なので、ちょうどまあ倍以上あるので、いい組み合わせになりました。色はね、もうちょっとコントラストあっても、暗めのなんか黒とかネイビーとかが G の色でも良かったかなとも思うんですけど、すごいちょっと秋気分だったのでこの茶色というかオレンジにしてみました。でセーターを編んだ時は焦げ茶をバッグに使ったので、まあ、あんまり同じ感じにならないようにとは思いつつ、やっぱこの手つむぎ糸はピンク系なので、ちょっと茶色が合うかなと思って、はい、このオレンジっぽい茶色にしてみました。可愛くないですかこれ。これ昨日の夜ね、縦糸張り終わって、ちょっと試しに
2リピート、これで1、2リピート折ってみたんですけど、お花がねここにこう出てきて、で2リピート終わるとこの間にもちょっと違うお花が出てきますね。でちょうど4リピートの幅にしたので綺麗にこうぴったり収まっています。はい、結構楽しくてね、ちょっとまだ分かりづらいけど緑っぽいところからピンクっぽいところに、これ3本よりなんですけど、どんどんグラデーションで色が変わっていくので、はい、とても楽しい織りになっています。ちょっと織ってみましょう。横糸がなくなったので変えますというか次の入れます。これグラデーションになってて、次はこれですね。ちょっと順番間違えないようにしないといけない。今この色で終わったので見ればわかるんですけど、全然違う色に見えますけど、ちゃんとグラデーションでつながるようになってます。2本目に行きたいと思います。まあこんな感じですね。ペダルがね6本あって、こういうふうに踏む順番が決まってるんですよ。で、まあ、左から1から6ってペダルがあったとしたら、なんかね YouTube で、オーバーショット101っていうオーバーショット織りの基礎の動画を2本見て、そこでコツを知ったんですけど、2つのシャトルで折ってるので、なんか次何をやればいいのか結構分かりづらくなるので、覚えるために
シャトルを左から入れるときは一番左のペダルを踏むと、で右から入れるときは一番右のペダルを踏むと、一番左と一番右のペダルはこのジートの方のタビーと言われるこの糸のことなんですね。でこれを2段ごとに必ず左か右の一番端っこのペダルを踏んで1段折ると。で真ん中の4つ2345はこの模様を作る、このなんだろうな開口をなんていうか2枚ずつこの走行というのをこう下げて、私の場合は下げてくれて、この模様になるように道を作ってくれるんですけど、それがなんかここで2555432225533455522234555221っていうのがワンリピートなんですね。これ私は頭の中でトゥン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 みたいな感じで、なんか私2とか5とか言ってるとわけわかんなくなるんで、音程が上がっていくのか下がっていくのか、だいたいこのリズムがこうトゥン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 とトゥン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 ってこう上がる下がるのどっちかなんで、頭の中で音程を言いながら折ってます。そうすると自分が今上がってたんだっけ下がってたんだっけはなんか覚えてるんですよね。結構無意識でリズムに乗ってやってても今上がってきてででででだったから次はででででだなみたいな、一番高いやつだな555だなっていうのが分かるので、なんかこう折りはリズム、編み物もそうですけど、なんかレース編みとかこうリズムがあるものはそうだなと思いますけど、結構このペダルがどこ踏んでるか分かんなくならないようにするには、私は頭の中で数字じゃなくて音を鳴らしてます。みんなどうやってるのかなってすごい気になるところなんですけど、であとはここにこの踏む順番をメモったやつを貼っとけばいいんですけど、まだちょっとそこまでやるのも待てずに、昨日の夜いきなりこの本をこの脇の段ボールの上に置いて折り始めちゃったんで、それでずっとこれを脇に置いてますけど、ちょっと後で落ち着いて必要なとこだけメモにしてここに貼っとこうかなと思います。はい、そしてもう楽しくて折り進めちゃいましたけど、何センチ折ってるのか、これいつもこのメジャーをここの脇に巻きつけて、大体ですけどね、大体測ってるやつをつけ忘れてたんでつけときます。今33センチぐらいかな。さっきの糸変えたところがここなんで、1本のボビンで20センチぐらい折れましたね。で大体160センチぐらいは欲しいなと思ってるので、ってことは8本は必要か、1234567、あ、ぴったりさっき見せたやつで折り終わるかもしれないですね。まあちょっと多めに見てあと 1,2 本いるかなみたいなくらいかな。でこの縦糸は4メートル作っておいたので、まあ間と最後のステイトの部分をできるだけ短く、ちょっとギリギリで作りすぎた、 4.5 とかにすればよかったんですけど、短めにしておけば2本は折れるんじゃないかという予定なんですけど、横糸もそうすると足りるかもしれないですね。もしかするとちょっとあのボビンに巻いてあるのがそれぞれ全然長さが違うのでやってみないと分かんないですけど、もしかしたらこの鉄麦糸で2本折れちゃうかもしれない。鉄麦糸が足りなくなったらなんか別の糸でこの模様を折ってみようかなと思ってるんですけど、あとは普通にやっぱりこの鉄麦糸で折るの楽しいんで、まあ、今回は特にこの色が変わっていくやつだからちょっとまた紡ごうかなと、最近今度は紡ぎのスイッチも入りかけています。はい、フィンランドでも羊毛をね2種類買ってきたんで、それもちょっと積むのが楽しみなんですけど、
できました今折り上がったばっかりでこっちが表か、折り始めがこっちかな。ちょっとまだこう糸出てますけど、こんな感じで色がどんどん変わっていって模様があって、裏もちょっと違うけど模様があって、長さもいい感じです。ちょっとね、結構ゴワゴワしてるんですけど、ゴワゴワっていうかこうしっかりしてる、硬い。でこれ縦糸はまだ紡績油がついていて、横糸は洗ってあるけどね、洗うとちょっと柔らかくふっくらなるんじゃないかと思うんですけど、ちょっとなんか全然まだ元気すぎてピーンって感じなんですけど、フリンジは端っこね、10段だけ平織りで折って、これなくてもよかったかもしれない。そして5セン、ヘムステッチで留めてあるので、ただ切りっぱなしでフリンジは5センチとりあえず伸ばしました。洗った後にもうちょっと綺麗に整えます。はい、長さ的にはこうやってこうやってぐるぐるっとも結べるし、さっき冒頭で巻いてたのは半分の幅に折って硬いけどこうして輪っかにこれを入れると、はい、洗う前ですけどとりあえず大丈夫そうかな、長さは。はい、で今日はこれを持って帰って洗ってみたいと思います。色綺麗。結局縦、あ、横糸はボビン8本じゃ足りなくてプラス 1.5 を使ったかな、 9.5 ぐらい使いました。はい、厚さはこんな感じです。でもう今このまま次のもう1本が折れるように縦糸は準備しておいた。ギリギリちょっと短めにはなるけど、もう一本終えれるかな。なんでもうちょっと長くしておかなかったんだろうっていう感じなんですけど、まずも折れそうなので、で糸はあとちょっと残ってますけど、何の糸で折るのかちょっと考えたい。はい、ということで折り終わりまして、持って帰りまして、縮縦と言いますけれども、洗ってちょっとこう縮めつつ柔らかい感じに仕上げてみました。どうですかね、ちょっと折り終わった直後は結構こうなんて言うんだろうな、こう持っても裾ピーみたいな結構硬い感じだったんですけど、ちょっとしなやかになったのが動画でさて伝わるかっていう感じではありますが、結構柔らかくなりました。肌触りもちょっとゴワッとしてたのが、少しふわっとしました、はい、結構柔らかい、チクチクは全然しないですね。特にこの鉄麦糸の方が表に出てるので、まあ、このホルストガーンのスーパーソフトはスーパーソフトという割にはカサッとはしてますけど、まあ、でもソフトな方なんじゃないかな。はい、フリンジはボサボサのままにしています。どうでしょう、巻いてみましょう。長さはね、なんか測ったら180センチぐらいあったね。160ぐらいで折ってたつもりなんだけど、厚みとかあんまり気にしてないで測ってたからかな。よいしょ、こんな感じです。いかがでしょうか、かわいい色ですよね。こうしてもいいし、暑かったらこんな感じで垂らすと、膝まではいかない、太ももぐらいまで
ですね。あとは折り終わった直後にやってたみたいに、2つ折りにして、この間は綺麗に半分に畳んでましたけど、このままくしゃっとしてループに通して、いい感じじゃないでしょうか。いい感じのボリューム、暖かさだと思います。まあ全然今つけててもすごい暑くはないけど、多分ウールがほとんどだし、これぐらい厚さもあるので、冬はあんまり風も通さなそうだし、暖かいんじゃないかなと思います。はい、とても気に入っています。これは自分で使います。はい、これに合う、まあ、ウィンドブレーカーはあるんですけど、もうちょっと寒くなった頃の黒いコートも縫わなきゃなという感じですが、はい、こんな感じで完成いたしました。縦糸まだもう1本分貼ってあるんですけど、そっちは結構ちょっと短いので、マフラーにするにはちょっと足りないかなと思って、何を折ろうかなとまだ考え中なところです。はい、あとは鉄麦の方ももうちょっといろいろまた紡ぎたくなったので、これで、はい、それもまたお家でやろうかなと思っています。はい、では折りの動画でしたが、最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Now that you got me started, I just can't stop. No, no.